はい、本日は日本画家の下重七海さんをお迎えしてお話を伺います。よろしくお願いいたします。では略歴を、はい、1995年神奈川県横浜市生まれ、東京英和女学院横浜英和女学院、はい、中学高等学校卒業、はい、女子美術大学芸術学部、美術学科日本画科専攻卒業ですね。はい、今回もちゃんと読めませんでした。はい、まあ下重さんといえば浜っ子でおなじみなんですけれど、はい、もう生まれも育ちもそうですね、横浜で本当に港の近くで育ちました。はい、まあなんか美術に触れるような環境でした。そうですね、結構その横浜美術館とかもよく行きましたし、はい、うん、高校中高生は安かったんで行きましたし、うん、あと結構建築物がいいのがたくさんあって、館内とか馬車道とか、うん、その辺が好きでしたね。好きですと今でも。横浜は割と画材屋さん多いんですよね。多いです。そうなんですよ、あれ謎ですよね、うん、だから逆に東京というかいいところが少なくて。そうですよね、うん、横浜にいた方がいろいろできるみたいなのがあって。そうなんですよね。絵描きになりたいと思ったのはどのくらい？絵描きになろうと思ったのは本当に大学入ってからですね。うん、あ、そうなんですか。はい、すごい。なんで美大に行こうと思ったんですか？できることがそれしかなかった。絵は好きだったんですね。絵は好きだったんですけど、うん、今があの描かせてもらってる人の絵とかは、うん、本当に大学入ってからですね。はい、大学入ってからというか受験期にいろいろ思うことがあって、うん、って感じですね。その前は本当にこうイラストみたいな、はい、ちっちゃいキャラクターみたいな、うん、ようなものしか描いてなかったです。受験の準備はしたんですよね。受験の準備はしました。浪人もしました。それで、あ、はい、1年1年しました。うん、予備校で。はい、そうです。予備校だと同じ学年の人とかなんか今の作家さんとかいます？今の作家さんでもう作家だけっていう方はいないですね。はい、そうなんですよね。あのすごいちっちゃな予備校で、うん、3人しかいなかったんで日本学科が。はい。あ、4人、うん、うん、で、あと浪人になってから現役生がちらほらって感じだったんですよね。美大に行きたいって自分から言ったんですか？本当に興味があることがそれしかなくって、全然勉強できなかったんで、両親とかが美大がいいんじゃないかなって。本当に結構その受動的に美大に行ったというか、あんまり最初は本当に強いきっかけっていうのはなかったですね。まあ、下重さん割とデビューが早かったんで。そうですね、同世代の中では。いや、あの、早いですね、お姉さん的な感じになってるんですけど。うん、まだ若いんですよね。まあやってる割にはですけど。大学2年生から展示し始めてるのかな、うん、はい、21歳の時か、うん、ですね。はい、ちょっと持ってきていただいた画像を見ましょうか。はい、これ下重さんですよね。うん、この辺は、この辺は、うん、まあイラストって言ってたんですけど、うん、割とこういう暗い絵ば考えてました。これも大学生？あ、高校生。高校生の時、はい、じゃあ割と描いてたんですね。うん、
でもなんかその受験がとか、うん、全然上手くなりたいとかじゃなくて、ただ好きで書いてた感じのものが、うん、まあ、割とこういう黒い感じ、うん、これは空想の人物。あ、そうです。ペンとか鉛筆とかで書いてました、うんうん。この後謎の画像があるんですけどこの辺は、はい、あの父が、サーフボードの作る職人なんですけど、うん、あの頼まれていくつか書いてました。あ、もう、商品として。あ、そうです。これは大学、浪人生ぐらいの時です。19歳ぐらいの時ですね。まあ、大学生に入ってもちらほらやったかな。うん、これも売り物ですか。父が削ったボードに、はい、うん、多分そのなんか娘さんが、はい、多分言ってくださって、うん、ちょっと書いてよみたいな感じですね、あの父のボードにも書いてたんで、うん、で多分それを多分すごい嬉しく思ってくれて、父が多分すごい自慢してたんだと思う。ボードを作るっていうのは板を削る人です。削る人、はい。サーフボードって1枚にすごいいろんな職人さんが関わってるんですけど、うん、そうですね、はい。削る人は削る専門の人っていう人、削る専門の人と元の板を作る人とですね。でその後に加工したりとかもするんですよ、サーフボードって。から割とそのなんかものづくりとかに関してはこう父がいたんで影響された部分は多分あると思います。かなり、そうですね。次もそうですもんね。これお父さんの工房、はい。この絵も下十さん、そうですね。全然今と求められて書いた感じ。ああ、こういうのを書いてって。あ、そうです。これは何の絵ですかね。これはなんかこう波が、うん、じゃあ横からなんで見えづらいんですけど、はい、まあ、こういうことをしてましたね。うん、人物を書くっていうふうに決める前は。ああ、はい。これももう大学の時。いや、大学行ってない。いや、浪人の時ぐらいかな。 あんまり覚えてないんですけど。それで大学に入って、あ、で浪人生の時にうちの予備校ってちっちゃくってすごく、うん、で代わりにその自由に与えられる時間っていうのがすごく多くて、はい、スペースと時間がすごい与えられてて、うん、で毎日自習時間っていうのが設けられてたんですよ、はい、で予備校のそういう西洋的な、うん、こう 3D に描くようなデッサンが本当に嫌いで、はい、苦手だったんですけど、はい、人物だけは好きだったんですよ、なぜか、でその時の自習時間に自分で描いてました、こういう一枚を。これは着彩は岩絵の具ですか。これ、いや、水彩絵の具。水彩で、はい、自画像ですよね。はい、そうです。あんま上手とは言えないんですけど、いやいや、でも結構今の原型というか、そうですね、こう植物の感じの色合いとかも、うん、すごくこの1枚がすごい楽しくって、受験、はい、受験で書かされてるって感じはしないで自分で書いた。で先生たちもそれをこう1枚の絵として見てくれたっていう経験がこの絵で初めてできたっていうのが結構自分の中で大きいですね。いや、まだ10代で人物描くのって割と難しいんですよね。この辺もそうか。この辺は大学入ってから。大学に入ってから。うん。まあ最初は結構こういうかなり着彩的な。うん、はい。背景は金で。そう。これも金、岩絵の具は使ってないですね。アクリル絵の具かな。
割とも学生時代人物書くことが多かったですか。で、大学に入その受験の勉強した時に、うん、絵が描きたいってよりももう人物が描きたいと思って入ろうと思って、うん、はい、それでもうその後は女子美って、まあ、ちょいさんもおっしゃってましたけど、その結構動物課題とか、はい、墨課題とかって出されるんですけど、うん、基本的に動物でも人物描いてました。こう人物を描くための4年間にしようって感じでずっと描いてましたね。長寿さんとは学年がどのくらい違うんですかね。多分結構いくどのぐらいなんだろう。でも被ってないですね。被ってない、はい、長寿さんの世代も割とまだ学生時代人物描く雰囲気じゃなかったみたいなんですけど、うん、どうなんでしょうね。その結構私が大学2年生になって展示活動を始めたぐらいで、多分一気に、はい、あの若い世代の人物の絵っていうのが、うん、一気に注目されるようになったぐらいなんですよ、うん、本当に私が始めたのって、はい、それが何年ぐらいかな。2016年ぐらいですかね。16年くらい、そうですね。本当あのぐらいから急にって感じ、うん、で私も全然そのなんて言うんでしょう、流行ってるからとかじゃなくって、はい、人物を描こうと思って入ったんで、びっくりして、うん、こんななのみたいな、はい、この頃はどうで、自分を描くのと人を描くのとどんな感じですか。結構この後に出てくる作品が、はい、まあこの辺はちょっと硬いですかね。そうですね、この辺とかも、うん、暗黒な絵は暗黒ですよ ね、 そうですね。あの長寿さんとも話したんですけどこの学生美大生の描くこの、まあ、重ね塗りの、はい、これやらされるんですか。やらされるっていうか、まあ、ある一定の、うん、その私はその私それ重ね塗りをする日本画も好きなんですけど、うん、やっぱりこう何て言えばいいでしょう、日本画といったらこうだと思って入るんですよ、うん、やっぱり。で、あれで結構その、はい、結構私はこれは特に初期の方の作品なので、うん、大学入ってやっぱそのデッサン的に描かなきゃいけないみたいなところもまだ強くって、うん、でそこのデッサン的に描かなきゃいけないっていう呪縛と、はい、日本画っていう硬いイメージに、うん、結構みんな最初苦しむのかなって感じですね、うん、苦しいでしょこれ。苦しいですね。絵の具は濁るしフォルムは決まらないし本当だ。ここから、まあ、卒生まで苦しんでる人いるんで。そうですね、結構、うん、印象的に私もそうだったんですけど、うん、浪人すればするほどやっぱり形とかの、はい、西洋的な見方の呪縛にとらわれてる感じはしますね。うん、だから結果的に日本画ってそうじゃないのに。そうなんですよね、うん、で、まあ、昔の人もこういうやり方やってないんですよね、うん、だから美大生だけこの方法で苦しんでるんで、うん、なんだろうなと思うんですけど、うん、ただ特に強要されるわけでもない。そう、女子美はそうですよね、はい、うーん、不思議ですよね。うーん、この後ですかね。このあ、ここはまた暗い。この辺もこの辺は自画像ですか。そうですね、本当恥ずかしいんですけど今見ると、とにかく自分の精神状態もあんまり良くなかったんで。うん、何がそんな苦しいんですかね美大時代って。まあどうなんでしょうね、まあ、日本側っていう話ですけど、うん、私に関してというか
そのやっぱり受験ってすごい狭い視野になっていくもので、はい、うん、私も今予備校の先生はしてるんですけど、うん、でその時に、まあうん、まあ女子美を望んで入ったわけではなかったので、はい、そこでその他人のとのギャップとか、うん、こう何をすればいいのやらみたいな、うん、が結構まあ浪人とか受験に足踏みした分、うん、その反動が来てたって感じです。疲れてたんですか、うん、単純に、うん、それでもまあ苦しそうだなと思うんですけど、うん、割と垢抜けてますよね。そうですか、うん、でもまあその望んで入ったわけじゃなかったんですけど、最初のきっかけは、うん、私は女子美の環境がすごく好きで、はい、なんて言うんでしょう、何してもよかったんで、うん、でこのぐらいからあ何してもいいんだみたいな感じで気づいてから、割とその展示活動じゃあしてみようとか、はい、もっとこうフラットな感じで描いてみようとか、うん、いろいろできるようになりましたね。うん、このこれは板ですか。でこれは、はい、大学2年生ぐらいに素材研究論という授業があって、うん、はい、でいつも最初に教えられるのは和紙と岩絵の具ですけど、はい、うん、それ以外の素材にも描いてみましょうみたいな授業があって、はい、板に岩絵の具で描いて、うん、で初めての販売展示の時にこれを出したのかな。うん、はい、だいぶスッキリしてますよね。そうですね、なんだろう、板っていう素材が良かったのかしら。うん、最初は板に描いてましたね。あ、持ってくればよかった、うん、その辺の写真。あ、それで多分これがやっぱり最初の下重さんのイメージかな。そうですね、まあ、これも板なんですけど、うん、結構今とそんなに変わらないというか、はい、やっぱり好きなところはここに落ち着くっていう感じが。うん、これはモデルさんは、モデルさんはいないですね。あ、そうなんですか。ずっといないですね、大学生のうちは。大学生の頃は、あのポーズ撮ってもらったりとかはあったんですけど、はい、うーん、顔は理想化してます、この頃は。もうこの頃さ、うん、発表というか、あ、し始めました、し始めた頃。うーん、そうね、これが最初の下中さんのイメージかな。そうですね、懐かしい。今改めて見ると割と、なんだろう、まあ、トロピカルっていうとちょっとイメージが違うんですけど、南国趣味みたいなのが。そうですね、今でもめちゃくちゃありますね。うーん、あのなんとなくイメージは、なんだろう、垢抜けたイメージなんですけど、うん、割とこうやって振り返ってみると、その南国的な、うん、確かに、その空気の濃厚さみたいなのが、はい、そうだな、そうですね、うん、確かに結構日本人、私全然ヨーロッパの白人の女性よりもアジア人の方が綺麗だと思ってるんで、はい、やっぱアジア人の空気が好きなんですよね。うん、西洋の人も好きですけど、はいはい、じゃあこの後デビュー後の話をちょっと伺います。はい、はい。